ははいどうもーこんばんば、えー、今回ね Windows の11のノートパソコンを購入したので、えー、せっかくなので初期設定するというところをお見せしたいと思いますで僕は過去にもこういった動画を上げてるんですけど、まあ、過去ねちょっと説明しきれなかった部分とかもあるので、えー、もう少しね分かりやすく詳しくねこの動画でやっていきたいなと思いますで設定するのはねこれ Windows11 のプロになってますで Windows っていうのは プロとホームっていうのがあってプロっていうのはね。企業ベースの windows でホームっていうのは、まあ一般的な個人利用するようなパソコンによく入ってるって言うものになってます。一般的な使い方する分にはプロのでもホームでもどっちでも変わりません。個人的に大きく違うなと思うところは windows のプロだとあのローカルアカウントで作成することができるので、microsoft のアカウントを作らなくてもできるんですよね？ ホームだと基本的にマイクロソフトのアカウントを作ってそのアカウントで使うっていうのが前提になっているのでホームを購入した場合にはねまあローカルアカウントで作るっていうことが表向きはできないんですよ農産ッ .com とかねあのイレギュラーなやり方をすることでローカルアカウントで作るってことはできるんですけど個人的には僕はそういうやり方はお勧めしたくないですねなのでマイクロソフトアカウントを作ってね ログインすするのがいいいいんじゃないかなかと思います絶対ねマイクロソフトアカウントを作りたくないよっていう方は一旦とりあえずマイクロソフトアカウントを作ってログインしておいてそれからねローカルアカウントを新たに作って元々のマイクロソフトアカウントを排除するっていうかまあログアウトするっていう方法でまあローカルアカウントとして使うってこともできるので。 そういった方法でやるとといいいいんじゃないかなか思いますただこの動画ではマイクロソフトアカウントを使うことでどういったメリットがあるのかっていうところもね軽く触れながら初期設定していきたいと思いますでまず最初立ち上げるとこの国の選択から入りますねで日本なので日本で「はい」を押します次にキーボードの設定ですけどこれは正しいキーボードレイアウトですかって出てくるので これはもうその範囲で変態をしますで。2つ目のキーボードレイアウトを追加しますかですけどまあしなくていいですねこれはスキップでそのままでいいです、はい、するとネットワークに接続しようって出てくるのでえっ、ー、とうちのね Wi-Fi につないでやりたいと思いますでネットワークに接続できないという方は多分ね初期設定できないんじゃないかなと思うんですけど基本的にはこの Wi-Fi に接続した状態で やるということですね。はい、じゃあ接続します。で、ネットワークのパスワードですね。はい、じゃあ次を押します。はい、Wi-Fi 接続準備になりましたね。次を押します。するとアップデート確認していますって出ました。はい、ライセンス契約をご確認くださいと。はい、これはマイクロソフトのライセンス契約ですね。これは同意します。で、デバイスの名前を付けましょうって出てきました。 でこれはねあのパソコンの名前を付けるだけですねこれあの名前に関しては何でもいいと思います自分で分かるような名前付けてくださいデスクトップとかノートパソコンとかね何でもいいと思います、えー、僕の場合はこれ僕のアカウントね SAT001 っていうアカウントとこのノートパソコン SR っていうので SR って付けましたで次を押しますはいするとお待ちくださいって出てます はい、でここで、えー、とこのデバイスをどのように設定しますかって出てきましたねでこれがねホームにはここがないんですよねこれはね Windows の11のプロなので、えー、ここでね個人用に設定と職場または学校用に設定ってこう2つ選べるようになってますでここでね職場または学校用に設定するってやるとローカルアカウントで作るっていうことができるんですよねでホームの場合は これしかないいと思います。なので、基本的にはマイクロソフトアカウントを作成して、それを使用してログインすると。はい、そんな感じになっているので、えー、今回はね、こっち、一般的なホームと同じやり方で、僕のね、マイクロソフトアカウントを使ってログインしたいと思います。えー、僕はもうすでにね、マイクロソフトアカウントをいくつか持ってまして、であのメインで使っているアカウントで今回ログインしてみてね。で、えーまあ、同じマイクロソフトアカウントでログインすると、 どういうメリットがあるのかっていうのも軽く説明したいと思います。で、このまま次を押します。はい、すると、マイクロソフトエクスペリエンスのロックを解除するという画面になって、ここでサインインを求められますね。はい、そのままサインインを押します。はい、ここでマイクロソフトアカウントを追加しましょうっていう画面になります。で、ここでもともとマイクロソフトアカウントを持っている方は、自分のアカウントでログインかけることができます。 ない方でも安心してください。あの普通に作ればいいだけです。アカウントをお持ちでない方は、えー、作成できますってありますよね。で、これ、新しくアカウント作成してやるっていうのは、僕の過去の動画でもやってますので、えー、作るの本当簡単です。本当と1分もあればできますので、でない方はこれ作って、それでログインするようにしてください。で、えー、作った時にアカウント名とパスワードっていうのを決めるんですけど、 それに関しては、もう紙かなんかでメモしておいてください。はい。それで、あの、このマイクロソフトアカウントは忘れないように、今後一生守ってください。あの、ずっと続ける場合はね。え例えば、新しくこの先ね、違うパソコンを購入して、新たな初期設定するときに、そのアカウントでログインするようにしてください。すると、これまで使ってたアカウントの設定が引き継がれると。そんな感じですごく便利に使えるので、一回マイクロソフトアカウントない方はね、 一つだけちゃんと自分で管理するアカウントを作ってそれでログインかけてちゃんと使うっていうのをおすすめしますじゃあ僕は自分のアカウントでサイン,インしますはいするとパスワードを求められますねなんだっけパスワードはいするとサインインされますねはい自分のアカウントでサインインされました 顔認証を使用しますか?」って出てくるのでノートパソコンでねそういうのに対応しているパソコンであれば顔認証できるので僕はちょっとセットアップしたいと思います。はい、そこで、えー、自分の顔を写して顔認証を設定します。ちょっと起こします。「はい、カメラ見続けてください」って出て、えー「準備完了しました」って出ました。次を押します。 ピンをセッットアップするという画面が出てきました、はい、これをね、あの顔認証とか指紋認証で Windows にログインするんですけど、えー、まあログインできない場合には、このピンを打って、ピンというものを打ってログインすると、そんな感じだと思います。なので、ピンを作成します。で、ピンのセットアップという画面になるので、えー、ここで自分で好きなね、えー、これも何でもいいと思います。まあ、パスワードみたいなものですよね。 でね、ピンの要件として、えー、少なくとも4文字以上である必要があって127文字より長くすることはできないと。で大文字も小文字も使用できて数字も使用できて特殊文字も使用できます、えー、数字のパターンにすることはできないみたいですねなので英、えー、字と記号を含めるみたいなねそれで何か作った方がいいかもしれないですねはいピン打ちました。 でこれで、OK、をします、はい。デバイスのプライバシー設定の選択って出てきましたね、えー、位置情報とかデバイスの検索とか診断データエクスペリエンス調整とか、えー、まあいろいろありますけどこれは基本的に全部ハいでいいんじゃないかなと思います位置情報とかを載せたくなければこれね家にしてもいいかもしれないこの辺はまあ個人の自由で決めていいんじゃないかなと思います僕は一応全部はいにしときましょうか はいでエクスペリエンスをカスタマイズしましょうって出てくるんですけど基本的には僕はこれ全部スキップします最近のね Windows は Android スマートフォンと連携することができるんですけど連携してもそんなにできることはないので僕はねこ,こ,これもスキップします、はい、特に連携しないでやってます まあ連携するとね、Windows 上から電話かけられたりとかね、そんな感じのことができると思うんですけど、スマドンが電話の契約してないので、特に連携とかはしてないですね。ゲームパスっていうのも、ここで設定できるみたいですね。僕はしないので、今はしないにしておきます。はい。それで更新プログラムの確認に入りますね。はい。こんにちはって出てきました。はい。今、Windows 11のね、 初期設定に入ってますこの状態で少し待ちたいと思いますはいえー、っととりあえず Windows の画面出ましたね多分今初期設定中なのでちょっといろんなものが裏で動いてるとは思うんですけどとりあえずは Windows11 ののホームの画面が出ましたここからねあとは自分の好きなアプリケーションとかまあ例えばオフィス入れるとかね あとメールの設定するとかっていうのをやっていくわけですけどそれに関しては過去にはいろいろ動画を上げているのでその辺を概要欄に貼っときますのでもし参考にする方いましたら Office2021 の設定とかあとはメールの設定方法とかねその辺はあの動画にしてますので見てみてくださいとりあえずはこれで Windows 11の設定としてはあの終わりましたね非常に簡単ですあのそんなに設定することなくね ポチポチとちょっと選ぶだけで簡単に初期設定することができます。マイクロソフトアカウントはやっぱり嫌でどうしてもローカルアカウントでやりたいよっていう方はここからねこの設定の中からねアカウントを選んででこのアカウントの中からこれね他のユーザーってところあるのでこれでその他のユーザーっていうのを追加します。でここでアカウントの追加ってやって でここでね、ローカルアカウントで作ることができます。新しくマイクロソフトアカウントでここでログインすることもできるんですけど、このユーザーのサインイン情報がありませんってところを選択すると、ここでアカウント作成になってきて、マイクロソフトアカウントを持たないユーザーを追加するってとこね。これをすることでローカルのアカウントを作ることができます。で この時にね、このユーザー名っていうのはまあ何でも適当に自分のアカウントを付けてください。で、パスワードも自分のわかるパスワードを適当に入れるか、えー、もしくはね、あのー、家で使うだけであれば、えー、ここでパスワード入れない状態で、ね、設定しないで使ってもいいと思います。この PC を使うのは誰ですかっていう項目に入れた名前が、えー、ローカルアカウント名にそのままなります。なので、えー、ここでもわかるような適当なね、名前を付けておくと。例えば、 例えばですけど、さと001ローカルとかね、こんな感じのローカルアカウントを作って、えー、まあパスワード決めたい方はここで決めて、あの決めなければパスワード設定されない状態になると思います。これで次を押します。でこの状態でもうこれ、ローカルアカウントっていうのは1個できたので、この中からね、アカウント種類の変更ってところを選んで、 これ今標準ユーザーになってるんですけど、これを管理者に上げてあげます。で、OK を押してあげると、これでもうね、このローカルアカウントが普通の管理者と同じ権限を持つアカウントになったので、この状態でアカウントを切り替えると。で、この Windows マークのところから、このアカウントのところですね、これクリックして、まあ一旦ね、これサインアウトしてしまって、 で例えばこっちがねさっき作ったローカルアカウントでログインします。これでサインインします。はい、するとねこれ今度はねローカルアカウント用の設定でまた新しく Windows11 が初期設定されます。今ねこのノートパソコンはさっき作った僕が作ったマイクロソフトアカウントでログインした情報と新しく作ったローカルアカウントでのログイン情報と2つのアカウントを持っていることになります。 でこの辺もね、ローカルアカウント用に今設定をして、全く同じ設定しました。で、この状態だと、これ、SAT001 っていうね、アカウントで今、この Windows 自体は入ってる状態になってます。この状態で設定のアカウントの中から、他のユーザーってところで、これ、Microsoft アカウントで入ってるアカウントですよね。 で、これでアカウントとデータのところでこれ削除っていうことができます。で、これをやることでログインしたマイクロソフトアカウントっていうのをこのパソコンから消すことができます。なので、これを消せば必然的に先ほど作ったね、ローカルアカウントだけで運用するっていうこともできます。こんな感じのこともできるので、とりあえずはマイクロソフトアカウントをダミーで作って入って、それからローカルアカウントを切り替えて元のアカウントを消すとかね、 そんな感じでやるといいのかなと思います。まあもちろんね、最初からちょっとね、あの裏技的な感じで、ローカルアカウントを最初から作るっていうこともできるんですけど、まあその方法っていうのはね、新しくね、Windows になってくると、いつまでもそれができるかどうかっていうのはわからないので、えー、僕はこっちの方が確実じゃないかなと思います。はい。どうしてもローカルアカウントでやりたいよっていう方は、この方法でやってもいいのかなと思います。 だけど個人的には僕はねマイクロソフトアカウントでやった方がいいと思ってて、えー、まあ結局はねオフィスとか入れる時にはマイクロソフトアカウントは絶対必要になるので最初にね Windows でログインする時に使ったマイクロソフトアカウントでそのままオフィスを購入して紐付けると、えー、そんな感じの運用をすることが個人的にはすごくおすすめしたいと思いますとりあえず今ログインを、えー、自分のアカウントに切り替えます こんな感じでね、Windows っていうのはユーザーを、ね、いくつか作ってそれぞれのユーザーでログインして全く新しい、ね、パソコンとして使うことができるのでこういうローカルアカウントを家族分作ってね、家族で切り替えることでこのデスクトップとか中に入ってる、ね、データとかっていうのを丸々切り替えて使うことができます。なのでまあ家族で共有する場合はね、こんな感じでローカルアカウントを作って使うといいかなと思います。 でとりあえず僕は自分のアカウントに入ります。はい、でサイン,インでこれ今、顔認証を求められてるので、顔ね、僕の顔認証ではい、できんかった。はい、自分のアカウントでログインしました。で、今ね、ローカルアカウント作ったんですけど、僕はローカルアカウント使わないので、この設定のところからローカルアカウント、今ちょっと説明用に作っただけなので、 えー、このアカウントに関しては消しときたいと思います。アカウントですね。設定のこのアカウントの中から、他のユーザーってところを選んで、えー、このローカルアカウントね。これを削除したいと思います。はい、消しときます。えああ、そっかそっか。アカウントをログアウトしないと削除できないんですね。なので、ちょっとすいません。一旦もう一回切り替えます。 一旦ちょっともう一回、えー、ローカルアカウントで入ります、はい、この状態で、えー、サインアウトしなきゃいけないとなのでこれサインアウトします Windows から一,体で一旦出なきゃダメみたいですね、はい、で、えー、今度は自分のアカウントでサインインします、えー、先ほど決めたピンを入れます はい。すると、今度は僕のアカウント、自分のアカウントで入ってます。で、この状態で設定の中から、えー、こっちらのアカウントですね。で、その中の他のユーザーってところから、えー、このローカルアカウントを削除したいと思います。はい。こんな感じでね、あのー、まあ、もともと、え、必要ないアカウントは消した方がいいと思います。はい。アカウントデータを削除します。 はい。これで決めました。はい。この状態だと、僕の完全にマイクロソフトアカウントの状態で入ってる状態となってます。で、えー、ちょっと気づいた方もいるかもしれないんですけど、これね、なんかさっきなかったフォルダここに増えてますよね、これ。これはどうしてかっていうと、えー、これね、僕のマイクロソフトアカウントでログインしてるからなんですよね。で、マイクロソフトアカウントでログインすると、えー、どんなメリットがあるかっていうと、 こんな感じでね、OneDrive で使ってるデータっていうのをそのまま共有できるんですよね。僕の場合はね、Microsoft 365っていうのをこのアカウントで契約してて、OneDrive の容量が 1TB になってるので、ここに入ってきてるのは、僕のねデスクトップで使ってるデータとか、あとは会社でのデータとかね、この辺が全部共有されるようになってます。OneDrive の場合は、 デスクトップとね、ドキュメントフォルダーっていうのは自動的に共有されるようになってて、まあ、デスクトップってここですね、この画面。例えばこの画面の中に何か新規でファイルとかを作ったり、フォルダー作ったりね、こんな感じで何かフォルダー作ったりしてますよね。で、こうやって作って何か作業してると、これが自動的にもう共有されてるんですよ。えー、今ここで共有されてるので、えー、僕のね、あのメインのパソコンの家のデスクトップとか、 会社のデスクトップもそうなんですけど同じアカウントでログインしているので例えばこの状態で会社のパソコンを立ち上げてで普通に開くともうこれが入ってるんですよ同期されてこれがねマイクロソフトアカウントで共有するっていうメリットですねまあデスクトップ基本的に共有されるのでデスクトップ何かを置いてるとその別のパソコンでも普通に見れるようになるとデータをそのまま自動的に共有できるってことですね はい、その他にもワンドライブの方で、えー、ドキュメントっていうのを共有してるんですよね。なのでこの中のドキュメントね、これ、これ全部もう入ってきてますよね、これ今。これはね、あの僕のデータです。あの僕のワンドライブで共有されてるデータなので、えー、自動的にもうこれ全部入ってきてますよね。この共有ドキュメントってやつで、えー、これ会社の仕事で使ってる部分なんですけど、 もうこれ何もせずにこれ今セットアップしたばっかりのパソコンなんですけど全部データがこれクラウドで保存されたのがここに入ってきてるとでここで開くっていうこともできますまあこれあの今クラウド上にあるので開く時に一回ダウンロードしてきて開くっていう形になるのでちょっと時間かかるんですけどはいこんな感じで、えー、今ちょっと PDF ね開くソフト入ってないのでこれエッジの方で開いてますけど こんな感じであの僕が共有しているデータっていうのをもういきなり開くことができるとこれ今何も設定してないですよねで何したかっていうと僕のマイクロソフトアカウントでログインしてこのパソコンを使ってるっていうだけですそれだけでこんな感じで自分が使っているデータっていうのを全て共有できてしまうとやることはただ一つだけでマイクロソフトアカウントでログインするだけですそれだけでこのドキュメントホルダーね この PC 内のドキュメントホルダーとこのデスクトップっていうのは自動的に同期されます。あとは写真ホルダーもそうかな。あのピクチャーっていうホルダーがあるんですけど、Windows の標準のホルダーで、これピクチャーっていうホルダーがあって、これも自動的に同期されます。なのでこれ、もう勝手にこれ入ってきてますよね、これ。ライトルームとかね、僕が使ってるこのスクリーンプレ r e とかもそうなんですけど、これ、えー、画面キャプチャーするソフトなんですけど、 これ会社で使ってるやつとかね家のデスクトップで使ってキャプチャーしたものがもう自動的に同期されてると、はい、何も設定しなくてもこんな感じで自分が使うデータが勝手に同期されていつでもどこでも使えるようになるししかもここで何か更新したデータっていうのは会社のパソコンとかで同じく同期されてて開くことができると。イロトアカウントでログインででグすることで こんな感のでまあ例えば僕は会社で何か、えー、仕事関係の書類を作って昔だったらそれを USB メモリーとかをコピーして持って帰ってきて家のパソコンで挿してまた続きを編集するとかねそんな感じのことをやってたと思うんですけど今はね会社のパソコンで普通に文書とかを作成したやつを例えばこのノートパソコンで普通にまた開けると続きからね。 こんな感じのことが簡単にできてしまうと。はい、ということで、えー、まあマイクロソフトアカウントで設定してしまうっていうので、まあ、こういうメリットがあるので個人的にはお勧めしたいいなと思います。僕はねあのマイクロソフト365っていうオフィス購入して使ってるので1テラっていうのを、ね、データ量をついてきてるんですけど、まあ、一般的に普通にマイクロソフトアカウントを作っただけだったら5ギガまで。 普通にワンドライブとして共有できますので5ギガ以内で運用する場合は無料で運用できると思います。でねパソコン2台使わなくても新しいパソコンにそのまま乗り換えたい時に一時データの複写とかをしなくても必要なファイルとかを全部ドキュメントフォルダーの方にコピーしておけばそれだけでねワンドライブの方で同期されるので新しくまた別なノートパソコンを購入してきてそれにね例えば切り替えたい時には。 今前のマイクロソフトアカウントでログインして設定するだけで自動的に今みたいにね、えー、全てのデータが共有されて入ってくると。わざわざデータをね外付けに移して新しいパソコンに入れ直してとかってねそういう手間もなくねあのこんな感じで簡単に共有することもできるしあとはこれっていうのはマイクロソフトのクラウド上に保存されているデータなのでなくなるっていうことがありません。 なのでそのの点も安心でですよねなのでまあ例えば家で家庭で使ってなくしちゃいけないなくしたくないデータとかって、ね、例えば年賀状の住所録とかねよく使うようなデータっていうのを全部ワンドライブで同期しておくことで例えばこのパソコン紛失しちゃったりとかこのパソコンが壊れちゃって動かなくなっちゃったりしても新しいパソコンを買ってきてね 元々のマイクロソフトアカウントでログインかけてあげることでデータがそのまま復元された状態で使えると、はい、そんな感じのメリットもあるのでバックアップめんどくさいよとかね新しくパソコンを購入してきてなんか新たにまた全部データ移し替えるのめんどくさいなとかねそんな感じに考えてる方はマイクロソフトアカウントで共有することで全自動でね 全て自動的に共有してくれるっていうことができるよっていうことを覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。でまあ動画の途中でもやりましたけどそれでもマイクロソフトアカウントがどうしても嫌だという方はもちろん使わなくてもいいと思います。さっきやったみたいにね一旦マイクロソフトアカウントでログインしておいてまあローカルアカウントをそこから作ってねでローカルアカウントを管理者権限に上げてあげてから元のマイクロソフトアカウントを消すと。 そういう感じのやり方でも全然ローカルアカウントとしてやっていけると思うのでただしローカルアカウントをしちゃうとそこで作ったデータっていうのはどこにも同期されないのでパソコンが壊れちゃえばそれまでっていうデータになっちゃうので自分でバックアップ取ってねどうにかするしかないと。どっちがいいかっていうと僕個人的には全然マイクロソフトアカウントでこれから先どんどんデータを作っていって自動的に共有させていった方が便利なんじゃないかなと思います、は。い まあ、あくまでもそれは使う方のね、えー、個人の使い方次第なので強制はしないですけど個人的にはそういったねマイクロソフトアカウントを使うことで、えー、そういうふうに便利になるよっていうことも、えー、この動画でお伝えしたいなと思います今日はねこんな感じでちょっと長くなってしまったんですけど、えー、Windows11 の初期設定やってみましたで Windows11 の初期設定自体は非常に簡単ですよねあのポチポチと選んでいくだけで簡単にセットアップはできてしまいます 一番ね、引っかかるところといえば、おそらくマイクロソフトアカウントを作るのか、ローカルアカウントでやるのかっていう部分だけだと思います。マイクロソフトアカウントでやるか、ローカルアカウントでやるかっていうのは、個人の自由なので、その辺は、あのー、まあ、今日説明した通りにやってみてください。はい、ということで、このチャンネルではこんな感じでね、今日は Windows 11の初期設定の解説っていうのをやってみましたけど、普段はね、パソコンのレビューとか、スマホレビューとかね、 あとデジタルガジェットレビューとかもやってますので、えー、興味のある方は是非チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。